エスシタロプラムとは、選択的セロトニン再取り込み阻害薬と呼ばれる、抗うつ薬の一つである。レクサプロの商品名で販売されている。日本では2011年4月より販売されている。s スシタロプラムは、アメリカ合衆国では90年代から、ある3のーのシタロプラムの高学異性体のうちの S 体である。デンマークのルンドベック社により合成、開発され、2001年に、 スウェーデンで承認された。エスシタロプラム州産業として、レクサプロの商標で発売されている。日本では2011年4月に、レクサプロとして製造承認され、持田製薬製造販売、田辺三菱製薬販売、吉富薬品プロモーション提携として2011年8月より販売されている。2010年10月現在には、 世界96カ国で使用されており、2010年8月、現在で投与された患者数は2億3000万人以上にも上る。日本での適用は、うつ病、うつ状態、社会不安障害である。レクサプロの常在工学分割された S シタロプラム、ワキソンの3の中で、最も選択的なセロトニン再取り込み阻害作用を有しており、ノルアドレナリンの1190倍。 ドパミンの19000倍のセロトニン再取り込み、阻害作用がインビトロで確認されている。他にも薬剤開発後に高学分離された薬剤としてオフロキサシンやレボフロキサシン、セチリジン、レボセチリジンなどが挙げられる。反対にあるシタロプラムは S シタロプラムのセロトニン再取り込み阻害作用を競合的に阻害し、その作用を減弱させる。他に R ップラムは、ヒスタミン H1 受容体阻害作用やサイプ 2D6 阻害作用を有している。そのため、ヒスタミン H1 受容体を介した軽民や鎮静、サイプ 2D6 阻害作用による薬物相互作用のような副作用が発現する可能性がある。日本うつ病学会のうつ病の診療ガイドラインは、有効性に関する様々な報告を合わせて解釈すると、 有効性と、忍広姿勢において、スリー、スナリー、ミルタザピンを含む新しい抗うつ薬に、優劣はつけられないとしている。以下は、個々の研究である。うつ病患者を対象とした、各種スリーの試験を、メタアナリシスした漫画スタディにおける2009年の報告では、セルトラリンと共に最も有効性、忍広姿勢が高いスリーとして評価されているが、 研究者はセルトラリンを推奨しているという報告がある。4つの二重毛検試験をプール解析した報告は、スナリーのベンラファキシンやデューロキセチンと同程度の有効性であるが、重篤な場合に、忍ヒ広姿性が良いことを報告した。国乱共同計画によるレビューは、治療開始から2週間後の有効性と、忍ヒ広姿性において、シタロプラム及びフルオキセチン。 デュロキセチンとの違いを検出している。S ・シタロプラムは C 型肝炎治療におけるインターフェロンアルファーに伴う副作用である抑うつを予防する上で有効と報告された。S ・シタロプラムはサイプ 2C19、サイプ 2D6、サイプ,プ 3A4 で代謝され、N 脱メチル化が主要代謝経路である。一次代謝物として S ディメサル対二次代謝物には サイプ 2D6 のみが関与して S デディメサル体が賛成される。白人の20人に1人がサイプ 2D6 を、日本人の5人に1人がサイプ 2C19 遺伝子を欠損、あるいは低活性であるとの報告がある。そのため、日本の大愛称試験では、大社などの薬物動態を考慮して、被験者をサイプ 2C19 遺伝子型が欠損している群と、 欠損していない群に分けていった。イギリスでもサイプ 2C19EM の白人のみを対象とした臨床試験が行われたが、薬物動態の推移は日本人とおおむね類似していた。しかし、日本人に比べて白人被験者の方が血中濃度が低かった。これは白人被験者の方が体重が大きいことに起因する。単海投与ではサイプ2 c 5 5 9時が OEM に比べ AUC が2倍以上になったという結果も出ている。ありがとうございます。